ブランズウィックは、アメリカ合衆国メイン州南西部海岸のカンバーランド郡に属する町である。2010年の国勢調査では、人口2万278人だった。ポートランド市、サウスポートランドビデフォード大都市圏に属している。町内には、ボーディンカレッジ、ボーディンカレッジ美術館、ピアリー・マクミラン北極博物館、ザ・シアター・プロジェクト、メイン州音楽劇場がある。また、 メイン州最新の総合病院であるミッドコースト病院やパークビューアドベンティスト医療センターもある。アメリカ海軍ブランズウィック航空基地があったが2011年5月31日に閉鎖された。1795年5月29日のブランズウィック地図ブランズウィック町となったところはまず1628年にトマス・パーチェイスなど漁師が入り川の 長く岩がちの急流を意味するインディアンの言葉で、ペジェプスコットと呼ばれていた。1639年、パーチェースは、その開拓地をマサチューセッツ植民地の保護下に置いた。フィリップ王戦争の1676年、ペジェプスコットは焼かれ放棄された。ウィリアム王戦争の時にその廃墟後に、アンドロストリレと呼ぶ駐屯地が建設された。この戦争中、 ベンジャミン・チャーチ少佐の2回目の遠征で、1690年9月11日に、カスコワンに300名の兵士と共に到着した。この時、アンドロスコギン川を遡りイギリス人のペジェプスコット、トリデまで行った。そこから40マイル上流に行って、インディアンの村を攻撃した。退却中のインディアン3人、内し4人が銃で撃たれた。インディアンのウィグワムの中に、チャーチが、 イギリス人、捕虜5人を発見したとき、6人内7人の捕虜が見せしめとして殺され、他に9人が捕虜に取られた。その数日後、撤退中だったチャーチの部隊を、ケープエリザベスのパワープルダックポイントでインディアンが襲い、7人を殺し、24人に負傷させた。9月26日、チャーチ隊はニューハンプシャー州のポーツマスまで戻った。 1713年、ポーツマス条約によって、アベナ貴族インディアンとイギリス人植民者との間で、地域の平和が生まれた。1714年、ボストンとポーツマスの共同事業体が後に、ペジップスコット買収地と呼ばれる土地を購入した。1717 17年、マサチューセッツ植民地議会がタウンシップを設立し、ハノーバーアサとその末裔である国王ジョージ一世を、 検証してブランズウィックと名付けた。滝の近くには1715年にジョージトリデと呼ぶ石造りトリデが建設された。しかし、ダマーの戦争の1722年7月13日、ノリジブオックから来たアベナ貴族選手が村を燃やした。その結果、サミュエル・シュート総督がアベナ貴族に対して宣戦線復刻した。1774年、208人に イギリス兵がリッチモンドトリデを出発し、ノリジウォックを襲撃した。ブランズウィックの町は1727年に再建され、1739年には町として法人化された。繁盛する開港となり、1794年にはボーリンカレッジが認可された。アンドロスコギン側の滝は3段で落差が41フィートあり、工業用の動力を供給した。 ブランズウィックは木材の使用産地となり25箇所ほどの製材所があった。木材の中には造船に使われるものもあった。その他の製造業では紙、石鹸、小麦粉、大理石、加工岩、四輪馬車、ハーネス、スキ、家具、靴、菓子が作られた。この町ではメイン州発の面紙工場ができたところであり、1909年に ブランズウィック面子製造会社が建設された。この工場は1812年に買収されて、メインコットンウールンファクトリー会社として拡大された。1857年、カボット製造会社が面繊維を作るために設立された。この会社は倒産したオランボミルを買収し、滝に沿ってレンガ作り工場を拡張した。この会社はさらにスペースを必要とするようになり、 1890年に町を説得してメインストリートを動かした。今日のブランズウィックにはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された多くの歴史地区がある。例えばペネルビル歴史地区では連邦様式、ギリシャ復古町、イタリア様式で建設された造船業者や船長の邸宅を保存している。ブランズウィックの主要雇用主はアウトドア用品の LLB 員。 造船のバス鉄工所のほか、ガラス繊維建材や電気スイッチを製造する会社がある。メイン州中部海岸地域を対象とする多くの医療機関がブランズウィックにある。元はアメリカ海軍ブランズウィック航空基地が大きな雇用を主もだったが閉鎖された。小説アンクルトムの小屋はハリエット・ビーチャースト夫人の夫がボーディン大学の教授だったので、 ブランズウィックに住んでいる時に書かれた。ストー夫人は第一教区教会でこの小説の構想を得た。1993年の映画、顔のない天使はブランズウィックで撮影された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、地域全面積は54.34平方マイルであり、このうち陸地46.73平方マイル、水域は7.61平方マイルで、 水域率は14.00%である。ブランズウィックは、カスコ湾の北に位置し、アンドロスコギン側の長席上限かつ、高校可能上限にある。ブランズウィック教育部が、公立学校を運営している。メインイースタン鉄道の列車、ブランズウィックのアムトラック駅、ブランズウィック駅、アムトラックのブランズウィックメインストリート駅はステーション、アブニュー16にある。 ブランズウィックとボストン間の中高中距離列車、ダウンイースター号の北の終着駅であり1日に往復発着する。ブランズウィックを週間高速道路295号線、アメリカ国道1号線、道201号線、メイン修道24号線、道123号線、道196号線が通っている。収入と、 家計以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。カーティス記念図書館、1915年頃、ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローが、ボーディン大学の学生だった1825年に、下宿した家、ハリエット・ビー・チャース島の家、1850年から1852年に、アンクルトムの小屋を描いた。ありがとうございます。